もうあんな学校行きたくないよ。だから今日はお母さんに具合悪いって嘘ついてずる休みにしてもらったよ。これで今日はいい一日が過ごせそうだよ。でもなんか1階が騒がしいな。うわぁ、壁が穴開いた。そして青鬼先生が入ってきた。なんでだよ。先生がわざわざ見舞いに来てやったぞ。お前に会いたくねえからずる休みしたってのによ。寝てなくて大丈夫なのか。今から寝ようとしてたんですよ。じゃあ先生がぶん殴って永遠の眠りにつくか。怖すぎるな。死ぬってことだろ。体調悪いって熱があるのか。そうです、熱があります。じゃあ冷蔵庫に入れて冷やそうか。凍って死んじゃうよ。治そうとしてる気ないだろう。じゃあ薬飲んで治せよ。この薬効くぞ。睡眠薬じゃねえかよ。眠らせて空気だろう。とりあえず一旦熱測ってみろよ。はい。ああどうしよう、このままだと熱ないってバレちゃう。熱は36度7分でした。お前これでズル休みってバレたよ。ものすごい熱じゃねえか。先生なんて23度しかないんだぞ。そう考えたら36度って死んじゃうぞ。なぜか助かった。青鬼ってそんなに熱低いんだ。体調悪い時はよ、動き回るのが一番だよ。こうやってはしゃぎまくれ。壁壊すんじゃねえよ。これで一気に元気になるぞ。お前だけだよ元気になるのは。じゃあ明日は学校来いよ。来ないと食べに来るぞ。学校行かなくても食べられちまうのか。最悪だ。明日学校で待ってるぞ。じゃあな。天井ぶち破るんじゃねえよ。もう転校するしかねえな。チャンネル登録よろしく。